皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村井です。神谷田ナッピーです。アップバックハラミンです。いいでしょう。なんとこの度、青鬼がブラウザでできるようになったそうです。今まではパソコンゲーム、はい、だったんですね。私、初体験です。私もです。私もです。全員初体験。行ってみましょう。決定。聞くところによると、はい、神谷田の関口さんは、はい、怖いものがないと。怖いものなしです。いい、何にも怖くないです。何も怖くない。墓場は、墓場は、墓場も夜中でも怖くないです。町外れにある無人の館、さあどうぞ。はい。そこにはお化けが出るという噂があった。中は思ったより綺麗だな。怖い怖い。え、なんだか寒いわ。お、おい、もう帰ろうぜ。たけし。なんだよタクシー。あいつ帰った。ビビってんのか。おお、ちょっとびっくりした。割れた。え、びっくりしたんですか今。いや、なんか鳴ったなって。鳴ったなと思ってね。お、おい、たけし金髪なんだよな。もう帰ろうぜ。ビートたけしですね。あ、なるほど。金髪ってこと。あ、ナッピーだ。あ、ナッピー。どうぞ。バカバカしい。ああ、棒。クールクールクール。お化けなどいるわけがないでしょう、うん、科学的に考えて。はい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 、その通り。お、おい、ナッピー、ナッピー飛び出してったのナッピーだぞ、気をつけろよ。お、これナッピーですよね。あ、操作できる。お、お、ナッピー。はい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 、おお、すげえ、そっち進めるんだ。なるほど、こういうゲームか。これ食卓だ。ところ行っていいんですか。多分わかんない。脱出ゲームだよね、青鬼って。脱出ゲームなんですね。え、わかんない。ホラーゲーム、脱出ゲーム、ここから脱出することが目的。え、え、あ、え、あ、出れないんだね。丸ボタン押せますね。あ、お、お、お、何、皿が割れていますね。あら、ナッピーちゃん、私読んじゃった。皿の、あ、あれ、あれあれあれ、この人も、この人もちょっと漢字が。ちゃんと読んでください。さあ、手に入れた。何ですか先生。はい、何でしょう。正確な呼び方は破片です。あ、いや、じゃない。知ってました。ピンときてねえじゃないか。皿の破片を手に入れた。はい、進もうぜ。え、それだけですか。こうやっていろいろ触っていくんですね。なるほど、うん、私もね、名前は散々聞けど青鬼を知らないんだよね。椅子に、椅子も座れないんですね。そうですね。こういうゲームやるの初めてです。お、よかった、初めてで。 おめでとう。なんもない。え、なんもない。ナイツ、ナイツ、なんもない。なんもないです、うん、手前の部屋行きたいですね。手前、うん、廊下にさ、あ、これ部屋なんですね。どういうこと。え、あ、カット。ほら、そこそこそこ、そこの、そこの部屋行きたいです。なるほど、うん、あ、さっき私が、よ、鍵がかかっている。あ、戻るんだ、これ。鍵がかかっている。戻るんだよ、全員いないんだよ、きっと。あ、じゃあ、みんなの部屋にと。お、ほら、変わった。びっくり。クリアしようぜ、うん、階段登っていいですか皆さん。いいよ、いいよ、もう好きにしようぜ。いないんだ。お、2階登った。あ、なんか地図的なものがある、うん、あおー、階段登って、これは2階、1階の緑図っぽいね。これ1階じゃん、1階だ。ほんとだ。さっきの入り口で真ん中の部屋、左の方行ったら、あ、右の方行ったら台所、さっきのところ。で、開かなかった部屋。上に丸と月が書いてあるんですか。ほんとだ、丸と月がある。はるみさん、なかなかな。ほう、すごいところに目をつけますね。着眼点、丸と月ってことは昼と夜。え、ちょっと待って、ってことですかね。そういうことですか。ですかね、わかんないっす。え、今どこにいるんですか。今2階にいます。だからこれは1階の地図だと思うから2階は関係ない。なるほど。1個1個部屋見ていきますか。はい、右利きなので、うん、右利き。おお、部屋だ、広い部屋だな。ベッドに、え、なに、え、なに、お、あ、動いた、なんか光ってる。え、爆弾、爆弾じゃないでしょ。おお、図書館の鍵を手に入れた。ドラケとか小さい頃やってきた。やってこなかったです。一個一個棚を調べたくなるよね、うん、おお、え、誰か、カタ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 、たけしだ、たけし、たけし、たけし、これが噂のシーン、たけし、ガタガタガタ、
やばい、たけしが人じゃなくなってる。他のみんなは？あ、ナッピー冷静だな。やばいな、たけし。てんてんてん。え、まさかナッピーほっとくの、たけしのこと。うわ、どう？びっくりしょー。ナルシですね。余計なことしに来ましたね。たけしを迎えに行きましょう。ガタ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 。もうダメだ。え、なんか動いてます。勝手に？え、今勝手に動いた。あ、押したらそこに向かって歩くんじゃないの？あ、ナッピー。関口さん。すみませんでした。お願いしますよ。ナッピー。何やってんの？本当だ。あ、そうなんですね。十字キー以外でも全然操作できるんだね。あ、じゃあこれです。便利だね、便利。鍵がかかっている。なんかさっき図書館の鍵手に入れましたよね。確かにね、行きたいですね。3階建てなのここ。図書館は何階ですか？手前の部屋はこれですか？図書館といったら大体1階じゃないですか。行かない。え、そうっすか。だって3階にそんな重たいもん置かないでしょ、本とか。あ、持ち上げんのか。うわうわうわ、開かない。横は？うわ、どこも行けない。じゃあ1階なんだ。1階に戻るしかない。たけしはほっとくしかないのかい、あれは。じゃないですか。あの正面が図書館かな。開かない、あれ玄関ですね。じゃここだ。開かない、開かないです。鍵はどうやって使うんでしょうね。あの反対側もありますよ、反対側。本当だ、そこかな、図書館。あ、図書館の鍵を使った。図書室、イエーイ。ナウローディン来た、図書館。図書室、うわ、なんかいる。なんかいた。なんかいた。気持ち悪いな。え、これ歩きます？え、ナピちゃんと気をつけてね。え、でもなんかいましたよね、こっち。なんかいた、なんかいた。あっち側に入ってった。怖え。うわ、すごいね、重低音。え、今いたやつはどこ行ったんだろう。なんか、ゲットじゃない？光ってるぞ。寝室の鍵。おお、やった。寝室の鍵。ゲットだぜ。おお、え、なに逃げて逃げて。あれ死んだ。早っ。青鬼は触ると死ぬんだね、うん、こっち側は、ね、ここの館から脱出するのが目的よね、うん、青鬼から逃げながら、うん、ってことじゃない。私は結構理解できましたよ。私も分かんないです。な、青鬼に捕まったらダメなんですか？ダメだね。あれはとりあえず逃げるんだね、うん。え、悔しい。もう一回あそこまで一気にやろうか。そうですね。寝室の鍵を手に入れた上で、ここですよね。逃げる。おっとっと。あれが青鬼ね。で、触れたら死ぬと。テーブルの上の紙の下に。え、鍵手に入れて逃げよう。はい、取ってもう出す。行け行け。待って、なんで、え、動かない動かない。動いた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 。逃げて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 。よし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 。で、もうどこ。関口ちゃん。関口さん。ちょっと関口さん、油断しちゃダメよあなた。追ってくる追ってくる。ちょっと待ってください。ちょっとその寝室ってどこ？多分上にあるいろんな部屋じゃないですか。3階かな。え、部屋出ても青鬼ってについてくるんですか？とりあえず今追っかけてきたね。そりゃそうよあんた。だから猛ダッシュで逃げないでね。え、すごい。3回目。え、鬼にせこいとかないから。に、まあ、逃げるルートも決めとこ。2階かね。出て1階。ハラミさん的に1階。いや、僕は2階です。上、私も2階派ですよ。でも多分延々に上まで追ってきますよ多分ね。うん。で、たけしの部屋無視で、うん、寝室の鍵は1個でしょ、はい、開く扉は1だよね。1、ナッピーの勘でもう決めといた部屋に飛び込もう、うん、そうだ。そこ入れればラッキーがある、うん、そうだ、うん、ラッキー勝負ね。それ3分の1か4分の1外したらアンラッキーがある。え、こっち出て左行けばいいんですよね。そうそうそう。あ、おっと、え、待って、1回出ます。はいはい、わかりました。おーい、こっち側行けばいいんですよね、うん、そっち行ったら階段があるね、はい、ですよね。で、2階登るでいいのかな、それとも1階の扉にトライするか。1階の扉はこれですか？いやいやいや、そっちは寝室だから、じゃないや、そっちはキッチンだから。あ、じゃあ下行きます。下に行く。1階、ここは1階ですよ、関口さん。あ、2階に行きます。2階に行こう。で、左の扉に入ります。そうだね、はい。たけしがいない方ね、はい、あそこが寝室を踏んだ。はい、よし、行きますね。はい、行きましょう。
頑張れ。ナピ頼むで。頑張れ頑張れ。ナピ頼むで。ダッシュダッシュ。早く逃げて。え、こっからがめっちゃ遅いんですよね。ナピ。まだ大丈夫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 。頑張れ頑張れ頑張れ。おお、結構早い。頑張れ頑張れ。え？当たりだったのか当たりじゃなかったのか分かんねえ。さあ脱出、逃げよう。こっからが本当に遅いんですよこの子。はいはい、こっから逃げて逃げて逃げて。最短ルート行くしかないんだね。はい、いいよ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 、最短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 。いや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 。で、そこそこ違う。開いた？え？なんて言われた今？鍵が閉まってるって言われた。じゃあそこじゃない。寝室違う。一回図書館入る前に確認しよう。確認しよう。三階で二個、二階で。残された選択肢が1個で1階が1,2,3だから6個。3階行きます。はい、最短最短。さあ最短で逃げろ逃げろ逃げろ、最短で逃げろ最短で逃げろ。早く、はい、走って。オッケー、いや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 。で2、3階だ、3階だ、3階まで逃げろ、3階だ、3階まで逃げろ。あ、開いてる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 。えやった、アチューブメント獲得した。え、一回逃げ切ったんだ。逃げた逃げた逃げた。さすが、ここお風呂だ。ラッキーガール、鍵使ってないよね。逃げ切った逃げ切ったぜ。さすがお風呂ですね。お風呂、おプラスドライバーと逃げた。ドライバー何に使う、どこだ。ガラスは見なくていい。ガラス、あ、これかな。鏡、うん、外にいるのかな。出たらいるとかある。いないんだ。だったらさっきの鍵を使ってどこかもう一部屋入れるね。うん、調べたいですね。開いた、ここだったんだ。トイレだ。このトイレですか。これトイレですね。トイレに鍵とかいる。お、洗剤、洗剤ある。でっかいトイレ、蓋が開いた。なんもないね。どっかもう一部屋入れるのかな。2階寝室。え、でもこっち行ったらいる、いないか。なーい、こっちか、そっちだ。うん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 、いるのか。いない。お、お、ここが寝室だ。セーブしますか。セーブしよう、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 バツ、セーブしよう。あ、入った入っちゃった。今セーブしよう、今セーブしよう。え、怖い怖い怖い。丸、うん、で、青に、うん、これ絶対出てくるだろう。本の中にメモが挟まっていた294753。バツバツバツ。294753バツバツバツ。はい。肉よ。753。暗号ですかこれ。多分暗号じゃないですかね。294753。多分向かないと正確には調べられないんじゃないですか。そのものに対してタッチで行った時にちゃんと十字キーで対象の方角を向かないと調べ、うん、え、出てくる出てくる。え、どういうこと、どういうこと。行っちゃおうぜ行っちゃおうぜ。お、え、何、何部屋。ピアノ部屋だ。ピアノ。お、え、何、何部屋。ピアノ部屋だ。ピアノ。うおっとっと、違う、たけし。え、いいね。これはなんだ、迷路。確かにこっちの方。うわ、なんで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 、ごめんなさい、びっくりしちゃった。